スカイグレーの大原です。今日は鯉のぼりポッパーのお話をちょっとしてみたいなと思います。で、今すごい鯉のぼりポッパー人気で、非常にご好評をいただいています。本当に毎日のように皆さんからお問い合わせをいただきありがとうございます。で、これちょっと誕生秘話みたいな話って実はあんまりどこにもしてなくて、ちょっとなんでこれができたかっていうお話をしてみたいなと思います。で、鯉のぼりポッパーって、この18センチ、20センチ、この23センチって、この3種類あります。で、実は一番最初に作ったのって、これよりもっと細身の、すごい、なんて言うんだろうな、本当に大型魚ではなくて、ミドルの、シイラとかカスミアジを釣るぐらいのサイズのものを作ってました。 60g ぐらいしかないポッパーですね。これがね、細身でちょっとなんていうのかな、 GT とかを釣るつもりじゃなくて、ちょっとサブで遊ぶようにちょっと作ってみようかなと思って作ったのが最初のきっかけです。で、それを持ってミャンマーに行ったんですね。ミャンマーの GT で、その時ポッパーがすごい出たんですよ。で、実は僕その時ポッパー持ってなくて、そのちっちゃいやつしか持ってなかったんですよね。で、そのちっちゃいやつがミャンマーの激流にはまったんですかね。で、はまって、釣れたは釣れたんですけど、瞬殺されちゃったんですよ。すごい、なんていうんですか、流れの中でものすごくちゃんとポッピングして泡が出てっていうのは、見て分かってたんですけど、それがどれくらい魚にアピール力があるかっていうのがあんまり最初のプロトだったんで、あんまり自信が持てなかったです。で、それが GT が狂ったように、来るというのが分かりました。で、帰ってからもう悔しいなと思ってたのと、ちょうどその時一緒に釣りしてたシンガポール人の、タトが、いや、もっとでかいのを作ってくれよ、GT 用にみたいな感じで言われて、できたのが、これです。23センチの鯉のぼりポッパー。まず、これですね。で、これ、コンセプトは、もともとね、こんなちっちゃい16センチのやつだったんで、これが23センチになったっていうのもあるんですけど、なかなかこれ実はバランスが実はすごく大事で、何を一番重視したかっていうと、飛距離。もう飛距離が出ること。で、飛距離ができて、なおかつコントロール性が高いようなバランスにするっていうことを心がけて作りました。なので、これすごい、多分マグロの今、名ぶらですごい流行ってるんですけど、すごい飛ぶし、コントロール性能いいから結構思ったところにストーンって入ると思うんですよ。で、それはもともとミャンマーの激流の、明らかにそこに GT いるよねっていうところにスポーンって入れるために作ったのが、もともとになります。で、これもう見てもらうとわかると思うんですけども、テスト中にもうボッコボコにされて、これ、GT の歯型だらけなんですね。ただこれもう最初のプロトなんで、もうすごい大事に今撮ってます。で、これがもう本当に良くて、あの時4人で GT ミャンマーに行ったのかな、動画あるんで見てほしいんですけど、1人だけ、つぬけをしたんですよ、 GT で。これをがメインだったんですけど、これがすごい釣れたと。で、これを使ってなかった伊藤義さんは
2匹とかしか、2匹な、しか釣れなかったんですよね。なので、それくらい破壊力がものすごくあったんです。で、もう一つ、そうそう、もう一つ、飛距離と、ポッピングもそうなんですけど、結構大事なのが、こう、ボンってやった時に、なるべくこう、水中の姿勢が、まあ、水平に保って、こうなるような、イメージ。普通、ポッパー、こうなりがちなんですけど、こうならないように、こうなった時に水平を保つことによって、まあ、魚から見た時に、できるだけ全体を見れるようにして、ポンと。まあ、それをイメージした、まあ、バランスですよね。だから、こう、こうならないように、できるだけこう、水平になるように、バランス作ってあります。なので、おそらくそのバランスが今、まあ、すごく生きていると。で、これ作った後に、ですね、実は、ヒラマサ用にこう、ちっちゃいのを作りました。これね、実はヒラマサ用なんですよ。こうちっちゃいの。で、ちっちゃいの、ヒラマサ用もそうなんですけど、実は GT でもまあまあ、まあまあいいじゃないっていうふうに言われて、これ 80g なんで、女性でも投げやすいですよ。こっち、さすが 150g あるんで、これ一日投げるのね、結構きついです。正直。で、一日投げるのはきついんで、こっちで 80g で、まあ投げるということはできる。で、これはもうヒラマサで、僕イメージして作ったんですけど、これがね、ポコンポン、ポコンポコン、ポコンポコンってやると、バーンときます。で、ヒラマサ、なんでポッパーヒラマサいいのかなっていう、のが、まあ前からちょっとバシャバシャ感を出した方がヒラマサいいんだよねっていう話があって、で、チャポチャポチャポっていう、こう、なんだ、ボコンボコンっていうよりも、チャポンチャポンチャポンっていう、そういう使い方ができます。で、なおかつ、さっきお話したように、チャポンってやった時も、こう、姿勢がこう、垂直になりにくくて、こうできるだけ水平にこう、動く。なので、魚は常に見えてる。で、なおかつ、ヒラマサって、こう、食うのが下手なので、うまく、こう、バイトできる。ような、イメージで作りました。というか、まあ、サイズをフィッティングさせただけなんですけど、それが、まあ、見事ハマって、ヨシさんとか、このサイズで、ヒラマサポンポンと釣ってたりしますよね。そういう動画もここに載せておきます。これはまあヒラマサで、作りました。でそしてなんかねこれを出してからこれがキハダにすごいいいっていう話が出てでこれもマグロをやるアングラがすごい人気が出てきました。そうか。じゃあ、ちょっとマグロ用に考えてみようか。というふうにできたのが、この200のシリーズです。で、これ、皆さん持ってらっしゃる方は、ご存知だと思うんですけど、飛距離すごい出る。すっげー出るし、狙ったところにスポンと入ります。で、これも、実は同じ、水平をっていうのはあるんですけども、こと200に関しては、使い方はもう、ビッグスプラッシュですね。ボンボンみたいな。これ、他の、ヒラマサとは違う使い方です。もうボンって言うと、ボンボン !1、2、3。マグロ、ボンみたいな。そういうような使い方をしてもらう。これものすごい今人気ですね。特にこのカラーというかデザインが、こっちがまあ和柄なデザインに対して、これ、唐草のデザイン、これも唐草パープルって言うんですけども、に対して、これはあまり知られていないと思うんですけど、これアイヌ柄なんですよね。アイヌの柄を模したものです。なので、これナマラブラックっていうような言い方をしたカラーなんですけどもアイヌの模様を模したものをこれ使っています。これ今日も
あの問屋さんの下さんの方にたくさんお送りしたんですけども、あのとにかくこれはあのすごい、マグロにはもうこれぴったりです。もうこれで一本あればどこまでも飛ばしてでっかいマグロを釣れるんじゃないかなと思います。これ実際にいっぱい釣ってるんで、皆さんもこれで今年キハダクロマグロ釣っちゃってください。はい、というところで、まあちょっとあの鯉のぼりポッパーの話ってなかなかする機会がなかったので、今回ちょっとさせていただきました。ぜひ鯉のぼりポッパーをお求めください。それでは今日はこれぐらいで、じゃあね。